ファンタジーラジオ。はい、どうもアノチです。よろしくお願いします。はい、あのね、最近ねやたらとね、ガがね部屋の中に侵入してくるんだよ。まあもう夏といえば夏だし、まあその電気のあるところに集まってくるじゃない。その網戸をしてようがなんだろうが、その小さな隙間から入ってくるじゃないか、なんてものは。けどね、そんな量じゃないんだよ、入ってきた量が。ほんと1日10匹ぐらい殺してやったよ俺は。ほんとにもう悪魔のようだった俺が。もうね、何個の命を奪ったかですよ。本当にもうね、今死んだら俺確実に地獄行くぐらい命奪ったね。まあそんぐらいガを殺してきた俺なんだけどね。あのね、もう本当に冗談抜きに10匹ぐらい毎日入ってくるのさ。でまあグーが虫とか見つけた時にね、口をカタ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 ってやってさ、やるじゃん猫って。でそれを合図に、お、発見したなと思って、でグーの目線を見たらやっぱガが飛んでるわけですよ。でそのガをねピシッて取って、もう一握りで殺してやるわけですよ。まあそんなことをね日々繰り返してたんだけど、まあちょっと異常発生だったんですよ。量が異常な量のガが発生してたんですよ。その窓から入ってくるような量じゃなかったんですよ。でまあこれは何かあるなと。でまあ部屋中探したけど、まあなかなかわからないと。でね、まあふと天井を見たらね、部屋の天井がね穴開いてました。びっくりしたね、穴が開いてたよ。天井って穴が開くんだねって、びっくりしたよ。でね、応急処置をしたんだよね。その応急処置した画像を見てほしいんですよ。こちらです、ドン。はい、応急処置って感じがするでしょ。かっこ悪いよね。ただかっこ悪くてもね、これでガが入ってこないと思うだけすごく僕はハッピーですよ。いやほんと大変だったよ、ガ戦うの。いやでやでしょうがなかった。ガって握りつぶしたなんか粉みたいの出るしさ、もうね大変でございました。大変でございましたよ。まあやばい、詰まったぜ、ここまで話して詰まったぜ。よし終わる、またな。